はい、こんにちは、インケです。シーズン16、ついに始まりましたね。いや、皆さんどうすか？今シーズンね、めちゃくちゃいろいろ変わって、もう大変なことになってるんですよね。キャラもそうだし、武器もそうだし、いろいろ変わってるんですけど、今までね、視野ホライゾンがキャラ的には最強だったんですけど、今シーズンね、かなり弱体化いろいろされて、環境結構変わりそうなんで、一つずつね、キャラ解説していけたらなと思います。まだね、シーズン始まって、まだ5時間ぐらいしか経ってないので、ちょっと曖昧な部分もあるんですけど、よければね、まとめたんで温かい目でお願いします。はい、最初はホライゾンですね。このキャラはね、シーズン14、15と猛威を振るっても最強、環境トップ、マジでこいつ神みたいなキャラだったんだけど、こいつがなんと今シーズン終わりました今シーズン終わったんすよね。でね、まず情報修正が1個あって、このリフト中の上昇スピード、ちょっとみんな速く感じるでしょ、これいつもより10% だけアップしたんだよね、上昇速度がね。これちょっと速く感じるよね。これちょっとは強いんじゃないかなって思うじゃないですか。違うんですよね。ここからがやばくて。見ますよ。ちょっと待って、こいつ削れてるわ。このね、リフト中の射撃、リフト上昇してる時の射撃のブレ。ほら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 。このホライゾンの強みだったリフト中に上がりながら撃つ、これがね、完全にできなくなったね。マジで弱いよこれ。なんかさっきチームデスマッチとか潜ったんだけど、全然ブレッブレだねこれ。もうお話にならない本当に。ほら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 、やばくないこれ。もう弱いっす、マジで弱い。弱いんでホライゾンはちょっと環境から多分退くことになるだろうね、キャラ的には。はい、次はレイスですね。このキャラもマジで変わった。これ見ててください。これを見ればわかる。ポータルの距離が、ドゥン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 、もうこの時点でまだ 50% で、ここからね、速くなるんだよね、移動が。ほら見て、速いでしょ。途中から移動が速くなるんよね。ここまで行けちゃうと。これやばくないマジで。めっちゃ長くまで届くんだよね、これ。これね、途中からなんか移動速度が加速するっぽくて、どうやら。多分これパッチノートに書いてあったかな、書いてあると思うんだけど、時間経過とともに移動速度が増加するっていうね、情報修正が入ったね。これね、マジであれだと思う、あのプロとかなんか競技シーンとかでめっちゃ使われるようになるんじゃないかな。これ見ててみ、入るのやばくない？ウェイ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 、こんな長いポーズで初めて見たわ。ただそうだ、ただこのほら見て、このね、持続時間、今ポータル消えちゃったじゃん。これ結構早いんだよね、実は。もともと60秒だったのが、これが45秒に低下したっぽい。これ弱体化だね。で、あとね、今シーズンすごいのが、レイスなんとスパレジェのモーションが追加されたんだよね。うえーい、とかね。おお、かっけえ。これやっとだよね、マジで。一番最初のスパレジェかな、レイス。これがやっと今追加されたかなって感じ。これさっき見たか。びっくりした。これちょっとビビるわ。マジで虫が。あとね、なんかいろいろあるんだけど。おーとかね。こういうなんか魔導書みたいな本を、日記を。どんな人間だったのか。これストーリー考察隊。関係ないわよね。はかどるな。ワトソンかわいい。みたいなね。こういうモーションが追加されました。あとね、ちょこっと変わったんだけど、チャージタワーをやるとね、ほら、かっこよくね、今の区内のモーション。こんな感じのモーションも追加されましたね。はい、次はパスファインダーですね。こいつはマジで強くなった、本当に。ちょっと見ててほしいんだけど、これ見て、ここよ、これ。ここね、ここ。これやばくないマジで。こんな感じで、ウルトのこのジップラインの距離がめちゃくちゃ伸びた。めちゃくちゃ。で、しかもこれ乗るよ。これね、マジで移動速度速いんだよね。何倍だっけな？確か、パッチノートには、66% 増加。66% 増加だから166%。何倍だろう？ 1.7 倍ぐらい。1.7 倍ぐらいの速度になったね。で、この距離。これやばい。これマジでね、やばい。ぶっ壊れたと思うんだけどね。これパス、環境マジで来るかもしんない。グラップルはね、多分変わってない、これは。これは変わってないんだけど、ジップの長さがマジで異常。マジで速いよ、これ。これね、下から見た図とかも、ちょっと動画出しとくから。あるんだけど、これマジで当てられん。本当に。本当に当てられんから、本当に最強だと思います、これ。はい。あと、
あとパスファに関しては今回スカーミッシャーってやつになって、ケアパッケージを確認ってケアパッケージの中身を見れるようになった。調査ビーコンは見れなくなったんだよ。で調査ビーコンを読むとパスファインダーってジップのクールダウンと、あと調査、あとなんだっけ、ウルト即時発動、そうだ、調査ビーコン読むとウルト即使えて、クールタイムが短くなるみたいな能力があったんだけど、それがなくなったわけではなく、このケアパケの中身を確認するとそれがウルトが即時溜まるようになったっぽい。はい、次はライフラインですね。このキャラはねシーズン15、まあ最弱と言っても過言ではなかったんだけど、今回ちょっと強化きましたね。これね応急処置、これ蘇生行くんですけど、これ移動速度がね、この硬直がもともとね結構硬直あったんだけど、もともとの動画のデータがちょっとないんだけど、硬直がね結構あったんだよね。ちょっと金ノック邪魔だな。で、オフと。これ便利になったよね、マジ射撃。これね、タッチして、蘇生ってやると、これね、止まるんだよね、こうやって。こうやって、ちょっとこうやって止まって、こうやってなったんだけど、今回から。これだけ。だいぶね、これ、この時間が一番弱、これがあるから、ライフラインめっちゃ弱いみたいになってたんだけど、今回これ軽減されたから、まあ、ちょっと強くなったかなって感じはするね。これ見て。ライフラインパッケージ要請中。もう来てます。来てます。早い。早い。はい。ということでね、これが来るのが早くなりました。めちゃくちゃ。鬼のように早い。普通のケアパケとね、変わんないぐらいの遅さだったんだけど、内容なんかバッテリーめっちゃあんな。内容はよく知らんけど、まあ、めっちゃ早くなったね。うん。って感じっすね。やべ、やらかした。行きます。ハートには目に見えない。くれ、ちょっとくれ。やった終わった。でこっからが問題の弱体からね、視野のパッシブなんだけど、これがマジで弱くなった。まずこれ今もう敵に向けてるじゃん、これ青いんだよね。このパスファインダーっていうか敵の心臓が鼓動してる時だけ黄色く表示されるようになったんだよね。だから例えば敵どこだろうみたいな感じでやってる時に、これ見逃しちゃうみたいな。こうやってこの心臓が鼓動してる時じゃないと黄色くならないから。っていう感じだね。で、この心臓の鼓動なんだけど、今これじゃん。これにゃんって、これじゃん、このリズムじゃん。で、いくよ。これで、ローにするじゃん。ローにするとめっちゃ速くなるっていう。ローにするともう常時見えるよっていうレベルだね。あとこのね、円がね、パッシブの円がマジで見にくくなった。こんなんだったっけ、もともとなんか色わかんないけど、なんかめっちゃこんなもんだっけ。ちょ、あんまして使ったことない。まあ使ったことあるけど忘れちゃったんだけど、こんなもんだったっけな。とにかく心臓の鼓動が速くなるね。ただただローの状態じゃないと常時見えることはないっていうね。これとかもういないと思って素通りしちゃうかもしれない。これなんかバグってんのかな、これボットに反応してんのかな、これボットに反応してんのかな。まあでも言ってもね、弱体化されたっつってもね、まだ全然使える範囲ではあるかな。ギガミラージュですね。このキャラはまあ APEX 界のネタキャラと言っても過言ではないんだけど、まあ今回ね、かなりの情報修正が来て、ちょっとそれ説明します。で、まず蘇生中にまあ透明化してたじゃないですか、もともと。まあこれは従来通りなんですけど、ここから、なんとね、味方と自分が透明化3秒、3.5 秒だっけな。3秒だ。3秒透明化にします。注意点として蘇生すると、銃を取り出したら透明化解除されます。最初武器、しまった状態なんですよね、これ。で、銃を取り出すと透明化解除されちゃうよっていう。そういうデメリットがあるんで、銃は撃ちながら透明のまま撃つってことは不可能なんですよね。ああ、使い方としては多分だけど、今武器出した状態、武器出した状態で蘇生しても武器しまった状態になるんで、強制的に。この状態で透明のまま3秒走って、こっち側に行ってこう、みたいな感じかな。次はデコイの情報修正なんだけど、これデコイ撃って、こうやってやるとね、表記でトラッキングするんですよね。これ結構情報修正かなって思うんだけど、これね、向こうにも画面が表示されるんだよね。で、自分がデコイを攻撃した時は、こうやってギジャって出てきて、この時にトラッキングされて敵に位置バレてるよっていう感じだね。で、デコイのウルトを、
撃たれた時でもこうやってトラッキングされるっていうね。これマジで強いよな。最後はブラッドハウンドですね。このキャラはね、かなり弱体が来て、このスキャン、全身スキャンが1秒、3秒から1秒に減少。そしてその後、その後ね、なんかひし形で表示されるっていうね。全身スキャンが終わった後はひし形で2秒表示されて終わるっていう。ちょっと弱体化かな。全身スキャンが3秒から1秒に減って、残り2秒がひし形になっちゃうよっていう。まあ、スキャンは弱体化ですね。はい、次はウルトですね。ブラハのウルトは、もともと使うと、スキャンの速度と、あと回転率が速くてめっちゃ強かったんだけど、かなりナーフされて、スキャンのね、回転率が変わんなくなったんだよね、普通と。まず使います。そうすると白いカラスが出てくるんだけど、まあこれは新要素、新パッシブなんで一旦置いといてスキャンします。まずスキャンの速度が遅いのと、回転率が普通に戻りましたね。全然スキャンもう使えないっていうね。で、敵を倒すと、待って待って、こいつ動く。敵を倒します。倒します。ちょっとこの新要素が。敵を倒すと、白いカラスが飛んで、飛んでいかないね。まあいいや。まあ、とにかく回転率が下がるっていうことで。白いカラス。あ、痛い痛い痛い！これだ！スキャンします。これ見えんのかな味方に。見て。この白い煙。これを、今スキャンして、白いカラスをスキャンしたんで、これ敵の方向にこの煙でね、追尾してくれてるようです。どうやら。こっち敵がいるっぽいっす。で、今スキャンしたんで、さらにもうすぐスキャンが使えるようになった状態になったはず。俺見てなかったけど。今これ白い煙で敵を追ってるらしいんですけど、どうやら消えちゃうね、これ。何秒だ、今。20秒ぐらいで消えちゃうようです。ね、ちなみにじゃあちょっとウルト使ってみますか。これ敵いる？ないかな？ウルト使うわ。ウルトを使うと、確定で白いカラスが出てくるんですよね、こうやって。で、これをスキャンします。スキャンすると、味方に多分この白い煙が見えるようになるんだよな。おーらしいです。こういう感じで確定で種類からそう出すことができるんだよね、ウルト中はね。で、こうやってまたスキャンすると無理なのかな。今敵スキャンした、まあ、こんな感じで敵にね、こうやって敵の位置をこうやって出してくれるっていう。ここからね、新たに追加されたパークについてね、ちょっと説明できたらなって思います。俺もね、まだあんまり分かってないんだけど、まあとりあえず現時点で分かることをね、ちょっと説明します。まず、アサルトなんだけど、ここに書いてある通り、武器サプライボックスにアクセス。赤のサプライボックスと青のサプライボックスがあるんですけど、赤のサプライボックスを開けることができるんですよね、この5体。アサルトね。で、プラス、より多くの弾薬を傾向と読むかな。多くの弾薬を持てるんですよね、普通のキャラより。で、赤サプライボックスっていうのは、まあ、動画出すんですけど、このサプライボックスを開けれるんですけど、これにはね、ちょっと俺もよく分かってないんだけど、チームの武器に合うアタッチメントが入ってるっていうのと、スコープが確定で入ってるっていうのと、まあ、とにかくなんか武器系のなんかね、やつが入ってますね。もう一つの能力のより多くの弾薬を傾向って書いてあるんだけど、これね、見てもらえば分かるんだけど、弾めっちゃ持てるでしょ。スナイパーも28かな、確か普通。で、ショットガンアーモが16だった気がする。ちょっと待って、いいですか。同じ結末にはしない。ほら。さっきと比べるとこれしかないじゃん。こんだけワンスタックで持ててるから。足うるさい。ワンスタックでこれだけ持ててるんで、そういう能力ってことですね。で、次がこのスカーミッシャーなんだけど、これが一番俺的には弱いと思ってて、まあ単純に能力が一つでケアパッケージを確認って書いてあるんだけど、このケアパッケージをなんかね、動画見てもらえば分かるんですけど、そのピン刺せるんですよ。で、それピン刺すとケアパッケージの中身がね、分かるっていう感じですね、うん。で、味方にシグナルで何が入ってるよみたいに言えるっていう。ケアパッケージ落ちてきたみたいな、なんか確か言うんだよな。で、パスだけそれをやるとね、なんだ、グラップルとジップが溜まる。ジップが溜まって、あ、グラップルじゃない、ジップが溜まって、ジップのクールダウンも早くなるっていう能力があるよっていう。で、次はリコンですね。これね、もともと調査ビーコンが使えたキャラについてんのかな、多分。そうなんだけど、この調査ビーコンの意味合いが変わって、今シーズンから。調査ビーコン、もともと次のマップのリングが分かったんだけど、今回から、マップ全体の敵の位置が、分かる。30秒間だけ分かるようになるんですよね。まあ、動画に出すんですけど、こんな感じで。でね、しかも、その時にアンチの中にいる敵は、調査ビーコンにアクセスされたみたいに出てくるんだよね、表示が。
なんでこれはマジで強いかなって思うっすね。これマジでランクまでめちゃめちゃ強いんじゃない。だってあの金キャニのクリプトンのところ、マップルームだっけ、なんだっけ、そんな感じのところで そこだけしか使えない能力があったんだけど、まあ、このキャラがいればもう何も問題ないかなって感じで。で、次はサポートですね。サポートのこのキャラたちは、まず青いサプライボックスを開けることができるんで、さっきのはアサルトは赤いボックス、武器ボックスだったんだけど、こちら回復ボックスで、バッテリーや医療キットの出現率が高いとか、ヒートシールドも出るっぽいですね。あとリスポーンビーコンも、出るっぽい。もう一個が味方のバナーをクラフトってことで、回収できるんですよね、クラフトで。最後はコントローラーですね。コントローラーは、リングコンソールにアクセスって書いてあると思うんだけど、これはね、なんか、マップ各地に椎茸みたいな、なんか、調査ビーコンみたいなやつ置いたんだよね。それをできるんですけど、それやると、次のマップのリングが分かるっていうね。まあ、今までの調査ビーコンと同じかな。うん。それがこのキャラに つきましたよっていう感じですね。はい、ということでね、キャラについてはね、とりあえず全部まとめました。まだね、武器とか、あと、ランクシステムとか、もうなんか、スキンとかもなんか、いろいろあるんですけど、まあ、とりあえずね、キャラについてはね、これで解説できたかなと思います。よければね、チャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。